そうあやけどしたっていう話をなんかまあしたことあると思うんですけどでそしたらね今日ねまたさあのー、ヘアアイロンのでやけどしてそう手をねやけどしてさなんかめっちゃまたさプクってなっててそうここの何ていうの中指のしかもあのこっちの裏側っていうのかなをあやけどしてプックリになっててねめっちゃヒリヒリして痛いんだよね。しかもさ なんか保冷剤とかなかったからあんまりさ冷やしてなくてただ水で流しただけだからやけどしてバカ痛いんだよねやらかしたマジでそうなんかさ最近だからさヘアアイロン恐怖症にななってきてきるなんか逆にさ前髪とかするからさおでことかの方がひ やけどしそうなのにさ意外とね手とかやけどしがちでそうだからでもあのヘアアイロン私はだから温度高いのが嫌であの本当になんかまあこっちの後ろの髪とかは結構、まあ、温度高めであのストレートにしたりするんですけど前髪は本当にもう100度とか90度とか80度とか大体んか私のそのヘアアイロンも低くて140しかないんですよ。 だからそうあの前髪用の今アイロンを探してるって言ってたと思うんですけど細いアイロンで80とか90とかまで下がるのそうだからねちょっとそっちのアイロンにしようと思ってやけどしちゃうからさ危ないからちょっとあれだとなんかそう前になんか持ってたんだけどそれはもう随分昔ので。 温度設定とかもできないので本当にちょっと温かくなるとかだから全然ね手で触っても熱くなくてやけどしないんですけどあれがでも壊れちゃって使えないから前髪に最適だったんだけどそうだからあの何、ー、だっけな買いたい買いたいんですよね新しくりんしさんありがとうありがとうねサックス送ってくれて。 ありがとうカレーアイチャンネル今回もたくさんあるあケンゴールもう早速見てくれてありがとう嬉しいそう今回はねあるものをかけてあのー、メンバーとね 戦ったんですけどそう私もちょうどね配信始まる前にちょっと時間があったから「カレアイチャンネル」見てて今途中でだから配信始まる前までついさっきまでね見てたから今あの途中のところで終わってるんですけどもうさもうしょっぱなからマジで,で面白くてやっぱさ編集がさいつも「カレアイチャンネル」って本当に面白いんですよえっへマジで「カレアイチャンネル」のスタッフさんってマジですごすぎるって思うんですけど編集がマジ面白くて私が好きな バラエティとかと同じ感じのなんて言うんだろう。編集の感じっていうか。そうだから、めっちゃ面白いんですよねよ。そうなのよ。今日はすごい前髪がしする。めっちゃ。ショグルきゃきありがとう。マイケルはじめまして。初見詐欺罪で逮捕です。ありがとう。今日も来てくれて。 今日は花の金曜日だね。ゼロさんかわいいありがとう。よしぽパさんこんばんは。ヨマールかわいいありがとう。来てくれたみはるちゃんが元気で配信してくれたといがとうか。目ゆっくり休めて。ありがとうねー。優しい。リムルン好きやでー。ソウジさんこんばんはありがとう。あカレーちゃんで後で見る。ありがとう。感想教えてねリムルン、えー。ジャイタンスイートイありがとう。来てくれて。 あぶーちゃんありがとういつも来てくれてもちろんだよ。ねえコンタクトつける時間短くしたいけどさもうできないんだよねなんかさ前はもう学校学校朝。 かから行くじゃないですかだから朝つけてでも帰ってきたら私は即まず手洗いうがいとかしたら必ずすぐにコンタクトを外すっていうのをねしててそうママにも言われてたんですけどコンタクトをしてねよく私は寝落ちしちゃうから絶対に帰ったらすぐに手洗いうがいしたらもうコンタクトを外すっていうふうにしてたんですけどもう今は結構さ早めに、あのー、出かけることとかも多くてもう帰りも遅いししかもその後に 結構私は1時まで配信してることが多いから1時までコンタクトをつけてるんですよねだから結構もうコンタクトしてない時間がなんなら逆にもう少ないんだよねでももう目悪い人からしたらねもうそれはもうなんともしょうがないことなんだよねもう悲しいけど くまっちるみはるんかわいいありがとう里新たんぬんぴやっほ今日もお疲れ様ありがとう来てくれて痛そうえめっちゃ痛いもうなんかさこんなちっちゃなやけどでもこんな痛いんだと思ってほんのちっちゃな傷でもめっちゃめっちゃさあの痛いんだよねマジで何なんだろうねこれは本当に火傷ってほんのこんなさちっちゃな火傷の後でも痛いんだってめっちゃ思う 水筒やありがとう来てくれてベルケンタさん水筒よーえそう冷やしてないんだよね冷やさないとねまたこの間みたいになるって思ったんだけどあの冷やすものがなかったからしかもやっぱあちょっとちっちゃいのだからいいやと思ったけどこんなちっちゃいのでもこんなに痛いと思ってえーパパワーパッド5日間つけたら治るえそうなんだねえ私も今日カレー食べてやけどしました <laughs> <laughs> なんかさしかも私ほんと猫舌だからね暑い料理とかも結構何ていうのでも待つのが嫌だからねそうすぐ食べちゃって口の中よくやけどして口内炎とかできるやけどするよね安田さんこんばんはありがとうえヘアアイロンねそんなにやけどするよめっちゃやけどする。 なんえ男性も結構さセットとかで使ったりするかもだけど女子はもうヘアアイロンは確実に必須だからもうめっちゃやけどするまあ、セットとかしない方とかはあれかもだけど「ワイ o l ありがとう!」「10個も送ってくれてもうたくさんいつも協力してくれてありがとう」「サックスギフトありがとう」「ハセちゃんもありがとう!」「ありがとうね」あとイベントも残り2日とねなりました。 えそあのー、私トップ10に入りたいって言ってたんですけど総合10位はでも今13位だっけなだからちょうどなんていうのその121314 12が一緒なんですよだから11位ギリギリのラインなんですけど、あのー、11位トップ10に入るの,のは、えっと、目指してるんですけど11位にでもなれたらいいなって思ってます。 まあでもさ分かんないよね最終枠ってさいつも、あのー、最終日の最終枠でバーってなってさ終わった後にさ5分後とかだっけな結果出た時にさまたその時の順位と変わるからね分かんないけどでもあの一応あの最終日はオンあのそう私は、ね、一応あのこう見えてそうちゃんと考えててなんか、あのー、イベントを、ね、参加するにあたってなんか先週だったら単独ライブ 最終日になるから配信できないからもう一日中あのやめてで来週にもしようかなって思ったんですけどなんか最終日がそれも夏染めだったから夏染めもあの遠いじゃないですかでしかも結構多分たくさんステージに出させていただくので結構その日も一日配信できないかなって思ってその今週にそうしたんですよ。そうそううだからあの一応、ね そういうのも考えてそう配信をしておりますみはるんしかかったんきさらぎさんしか買ったんありがとうあ誕生日応募してくれてありがとうかスピかいさんありがとうね ありがとうななさちゃんのお誕生日一緒にお祝いしようねそうあの受付始まってるのでぜひ皆さん一緒にお祝いしてください何歌うんだろうね結構ナナサちゃん悩んでるって言ってたからね何だろう丸眼鏡さんすいとありがとうえヘ部屋あるんで今日や負傷してえベルケンタさんも一緒じゃん体感ベルケンタさんじゃたじゃじゃじゃ口めっちゃ噛んだった ハセちゃんスイートイありがとうえそうだからヘアアイロンいっぱいあるからねでもなんか本当に逆になんか今時のアイロンって結構温度が高いのが多いんですよ逆になんか温度が低いのって多分温度低いので使う人なんていないんですよねでも私は結構その特集で前髪の多分作り方とかも温度低くないと作れないからそう温度低いのが欲しいカレーチ、ね、レーちゃんのマジで面白いよね本当にさめっちゃさっき笑ってた私も 面白いマジでえやばいの本当に私今回もさ「カレアイチャンネル」なんかさなんかさあの私はさ王道アイドルで行こうと思ってたのにさこういう何て言うの「カレアイチャンネル」ってさこう結構そのカレアイにはさないさ何て言うんだろう,こうバラエティ番組みたいな感じじゃないですかだから結構メンバーの素を見れたりとか結構あの割とこうレアな感じじゃないですかだからさなんかいろんな私がさ いろんな、多分多分えみはるンってこんなだったのって多分私が多分ねそんなに頭もよくないっていうことは多分知らない人もほとんどだったと思うんですよだからいろいろとなんかカレアイチャンネルでバレてしまいましてそうだからねすごいあのー、ちょ私のさあのー、いろいろ理想がくす,くすれてる <laughs> いろんなみはるンをまあ新たに知れるということでわきぴっぴぴょんちさんいイーよん アカリチの王と、映画やかわしすぎる。アカリちゃんほんとリアクション面白いよね。カレーチャンネル見張る面白い。え、マジです。そう、なんかさ、本当に、え、そう、私、だからすごい、そういうことなんですよ。なんか、でもまだカレーアチャンネルも、まだなんてう、自分の素を出せてるっていうわけじゃないんですけど、私は、だから人見知りだから結構コミュ障だし、初見の人とか結構仲良くならないと、素を出せないって言ってたじゃないですか。猫かぶっちゃうって、やっぱ最初は。 でだからでも割と「カレアイチャンネル」もまだそこまで全部そう出せてるってわけじゃないんですけどでもなんかあのいつもあの友達の前とか家族の前とかあのメンバーの中とかではあんな感じ本当にもうねいつもふざけてるそうなのよだからえそうだから本当にねマジハルおもろいってメンバーにも言ってもらえてでも面白「面白い面えい女」ってことで <laughs> いいよね「面白い女」。 確かにコミカル要素がさらに面白さが増してめっちゃねそのガチガチで戦ってたからねあカかなれちゃんスイートめっちゃ久しぶりじゃない元気してたかしらありがとう来てくれてこんばんは嬉しいショーゴルも50カウントありがとう今日もかわいいありがとう嬉しいありがとう第さこんばんは ね早押しでゆっくりね歩いてたのめっちゃおもろかったゆるぴちゃん <laughs> なんかゆるぴちゃんらしいでも本当にすごいおっとりしててさすごいあーゆるぴちゃんって感じでかわいい <laughs> マンニさん水いありがとう来てくれてカモスケルもありがとう送ってくれてありがとうもうラッパしか出てこない最初にラッパっていうのが出てきちゃうどうしてもあなな の誕生サとト、えー、超絶ライブこっそり申し込み、えー、ありがとう里犬さん嬉しい2つもありがとう楽しみだねなんかさ2つともさ全然違う感じだから楽しみだよね メガネすればえだからねそう私のメガネをみんなで、ね、見てないからね知らないかもしれないけどしかもあと私の,その,あのじゃあみんなに体験し,してほしい私が私が裸眼だったらこんな感じで世界は見えてるんだよっていうのをあの体感してほしい皆さんに、ね、どれだけメガネも悪くてもう見えないかが多分分かると思うからそんなんでメガネして配信,す配信は絶対にしたくない。 もうあなんていうの他の人が目悪くて眼鏡つけてるとかのレベルとか度合いじゃないの本当にえ絶対に何な,ならあのー、それならバンジージャンプとかした方がまだまし明日朝早く新大阪に行くの三3枠目の配信見るかわからない見てみあありがとねーありがとうめいくん楽しんできてね うれちいかすぎありがとうさとしんいっぱい遊びきてねレイさんかわいいありがとうヤスさん水筒よありがとうあトースターとかもめっちゃ怖い私もさあのよくやけどするだから本当私料理とか向いてないかもたもちゃさんこんばんはありがとう愛のスカイラインさん水筒ありがとう みはるちゃんのやけどが胎盤までいちいち早く治りますように。はい、魔法をかけましたって。ありがとう。優しい。ああ、超絶簡易ライブ。早速申しかして、たけぴ、ありがとう。楽しみだね。会えるの。わくわく。嬉しい。その前に、まず、でも、オンラインだね。 わかるもう私もさスケジュール見ないともうわけわかんなくなってる、うん、そう何回見てもなんか「あこの日何々あったか」とかなるなんかレッスンとかライブとかいろいろなんかお仕事とか全部もうごちゃごちゃになっちゃうんだよね そのファイナル直後が一番時間あったのは内緒ないいね <laughs> とりあえず友達にかいかどうか確認とってそれ明かりしたねなさんの日応募制ありがとうリムル <laughs> 待ってるねぜひ友達お友達さん来てくれたら嬉しいね明日ケンゴルーンとサッカーの試合あ妖怪ショーゴルンケ、えー、ンゴルーンとショーゴルンが応援してるサッカーチームが勝利しますように 応援頑張ってね。羽松さん水鳥ありがとう来てくれて。<laughs> 待ってボケてたのベルケンタさん <laughs>。もうボケてたことにすらも気づいてなかった。ボケだったのあれ。ひなおしさん水鳥ありがとう来てくれてこんばんは。牧田のさん水鳥ありがとう。 どう考えてのバラエティマジさこの私だと配信を見てる人とかそうかえでもさ見た目的にバラエティー班とか言われたことないんだがねえびっくりじゃないなんかこんなしかもだってさ私割とたえばおとなしそうな方に見えると思うあのマジ喋らなければ見た目は見た目の話喋 <laughs> ったらもう口を開いたらアウトなのかもしれないけどあでもさ口を開いてもさこんな配信みたいにねマシンガントークしてないからねいつもそこまで なんていうのあの彼愛の彼好きの時とかレイナルドさんしか勝たん大北さんおばんですありがとう自分掛け算できないから大丈夫お私句の玉まで掛け算できるよちゃんとえか共演した YouTuber さんえー、誰だろう YouTuber さんえー、ええー、え あ前,でも前はねあの見てたんだけど高校とか中学中学の時とかはでも普通にあの自分が個人的に好きな佐藤ノアさん <laughs> 美容系とか一緒にしたいなリモさんかわいありがとう面白い女というキャッチコピー <laughs> あかりちゃんとかがね似合うんだよな 今日はお出かけしてて見られて見れないのよねあそうなのねパヌーキルン。第二回おばまだじゃないやるとしたらまだいつやったっけ前あれ冬冬だっけいつ春だっけ じゃあバンジーやってみて私絶叫気ぃけたからバンジーそこまであのあれあの怖いけどまあでもねああいうのっていざ目の前にしたら多分ダメなやつなんだろうね足震えてでもゲテ者よりかはマシかなとしきさんかはいいありがとう美晴自身になって街中歩いてみたいぜひぜひ歩いてくださいベ <laughs> ルケンターさん シンすいーいありがとう来てくれてはじめましてすいといあっち CPU 処刑詐欺罪で逮捕ですあねふたりさんすいといねファンマークつけてくれててありがとね嬉しいありがとう,、ね、嬉しいありがとう今日も来てくれてお疲れ様嬉しいすいといよねふたりさんありがとうやったんゆゆうなさんかなこんばんはありがとう来てくださって やほーえ超絶可愛いライブはぜひね超絶可愛いの衣装までだって披露したことないからねもうレアじゃないとっても今後も多分もう超絶可愛いライブでくらいしか披露しないんじゃないかなって思うからなんかあの衣装で結構ライブをするのが難しいんじゃないかっていうのをなんか確か話してたんですよそうだからそうすると思ってなかったからびっくりなんだよねだからもう一回限りかもしれないからねもうぜひこの機会に来てください カズポンこんばんは。ありがとう。来てくれて。あ、カモスケルン。ありがとう。カモスケルンの23日、みはるにあげる。やったね。二とも楽しもうね。嬉しい。ありがとう。最近単独ライブとかでカモスケルンにいっぱい会えて嬉しい。たぬっきるんなんか言ったぬらしのけんぬるるるるるるる。いとい。ありがとう。来てくれて。 あホロライブの貸し切り新幹線を見に行くんだなん,なんだろうあまりね詳しくないんだよなありがとう今2連敗中だけど絶対勝つよ頑張ってねシカ T さんすいといありがとうおめめくりくりかわい,いありがとうございますやったおめめくりくり。嬉しい最近いろいろちょっとお化粧変えてみたりしてるんですよ 朝医者行ったくせに夜少し調子よくなってうすうす出かけ出たからかなあでもなんかさ良くなったと思って私もさ調子乗ると全然ぶり返すよね安静にしててねたぬける風邪ってさ本当にねぶり返しちゃうもんねダイさんありがとうサックス送ってくれてありがとう のルースイといありがとう来てくれてどうもさんスイといありがとう東京なお久しぶりのライブ楽しかったおよかった牧太郎さん楽しめたようで8の段階かけ算できなきゃなできるよ私81が8 8二1 6 8 3二1 4 8 4 36 8 5 3え待ってえ、待って、違うよねやばいやばいえだってねこれもうあの何億年ぶりにかけ算なんて言ってるからやばい81が8826832184368540え待って36から40っておかしくない六えあっは話32だわ 八四あなんかさ逆から読んだ方が分かりやすいとかあるよね。83285408648751689688648968963? 八八八八え待っておかしいおかしい。88648729872八八八八やん。 やば待って久しぶりすぎてかけさんわかんないやばいやばい今のは聞いてなかったことに聞いてなかったことにないないないマジでさ11の段とか絶対言えないお肌綺麗ですねやったーお肌は割とああの肌荒れなくて そうこれちなみにでもファンンデーションは何も塗ってないんですよそう肌はだからねあのすっごいねいつもメイクさんとかにびっくりされる「えこれファンデーションしてないの?」ってそう結構メンバーとかも知ってカレーの中ではミハルンはファンデーションとか何もしなずにパウダーだけっていうのはすごいね有名な話 <laughs> メンバー内で。 あジェスチャー界も面白いよねあかりちゃんなんかさあかりちゃんでもあの特徴捉えるのうまいよねミックんいたいありがとう来てくれてあっという間に56分、はい、早い「よけるんしかかたんありがとう」一緒に布感活動するのたむくらいだから。 布教,布教してくれてるのお医者さんにまでカルプラ送ってくれたありがとうまだ見てないから後で配信終わったら見るねああ全部お仕事かぶりすぎていけないいやー本当に平日なんていけないよねやっぱいやる今日からありがとうね2人さんえー、そう超絶可愛いの衣装はまだお披露目したことなくて皆さんの前ではすごいしかもめっちゃ可愛いんですよ超絶可愛いの衣装 超お気に入りレアしかも私ベレー帽かぶってるからレアですよもっとカレアちゃんね6か月前なんだあれもう6か月も経って半年半年じゃなるねじゃあ1年1年ぐらい経ったらかな第2回え第2回さあのちゃんとするならでもするって言ってほしい <laughs> わかんないあの成長してない何もそしたらたぶん25日のもね楽しみだねもうだってあさってだよ やってみてうまくいったらまた切られるんじゃないかね。どうなんだろうね。どうだろう。ゆうちゃん水筒ありがとう来てくれて。くうすけかわいいありがとう。しゅんさん水筒よ。台湾なかなか行けない。単独おまけ楽しい。ありがとう。かますけ楽しもうね。やっぱ台湾とねあのー、単独はまた全然結構違ってくるからね。 カレーちゃん,、ね、ミハルちゃん子供みたいな感じでかわいすぎていつもその笑顔に優さえー、もうマジでさ私自分見ててもうアホすぎてさもう見るに耐えない恥ずかしい何やってんだろうってもう私こんなことやってたっやってたっけってなるのそのなんかやってる時はそんななんかねなんかあれなんだけど無意識なんか分かんないけどそう新潟さんありがとう来てくれて夜勤頑張ってねファイトですありがとう わかってない言われて、そんなみんな分わかってるのか <laughs> おい、おい、わかってるのか逆からがわかりやすいとかね、あるんだよ <laughs> 逆からのがわかりやすいとか。はしてとはして。かわへみんながそうあ、ちゃんとミュートしてた。ナイス。もう満体だね、じゃあ。 録音しましまた <laughs> 恐ろしい恐ろしいこここさんこんばんはありがとう来てくださってハニーワークさんサンドプロデュースのカレンナイブリーの波佐美晴です21歳の福岡県出身ですぜひ初見さんはツイッターやショールームのフォロー待っとるんお願いしますありがとうありがとうたなキレイいっぱいサックス送ってくれてありがとうありがとうアイスもありがとうアイスのイン アイスのまいありがとうもともとはるめっちゃ白いもんねえそうなんかさカレーアイチャンネル見てたらさなんかマジ白すぎてやばくないあの光当たってるからなおさらもうマジでなんかなんか白人,白人のように白くて逆に怖いヒロ <laughs> <laughs> のさんスイートアイありがとう来てくれて今日大学のオンライン授業でカレーアのことを布教しますえありがとうこうちゃんハマってくれる人いるといいな なでしこの星のルリーバリにしろい誰だろう誰だろう赤い人とみは勉強ができないだけ頭いいと思ってるよをもともとのじゃ頭いい的な勉強すればできるみたいな私の部屋に住んでほしい私住んでも何もできないけど大丈夫あゆりさんありがとうだるまを送ってくれて 明日アイドル講師会楽しんできてなんか久しぶりに感じるライブなんかさ結構さこっからライブめっちゃ続けてあるからさそうなんか久しぶりに感じるそう確か早くやらないとおバカをずっと私のままになるけどさやってもさなんかさあのー、させめて最下位から2番目ぐらいになりたいなビリはちょっと嫌だな あタヌキのハートあありがとう送っっててくれていっぱいぱでもめちゃイケア出てみたかったなえ今日学校で球技大会あったのえっそうなのゆっちゃん球技大会なんの球技え割り算むずいなんかさ掛け算の方がまだ得意割り算なんてさマジあの難しいちゃんとさ書かないと紙に分かんないあ機軌道戦艦」 なでしこって昔のアニメ「星野瑠璃」って書いてあ,あそうなんだでもそのアニメなんかさあのー、全然アニメとか見たことないんですけど何ていうのティザーとかそういう名前とかは聞いたことあるマー、まあ、さんこんばんありがとう新潟さんもありがとうサックス送ってくれてイベントご協力感謝ですえ木の実あるルの服着作ったありがとうメイくん嬉しいえなんかさ あのー、手作りでアクキーとかアクスタ作ってくださる方がいて嬉しい確かにさ私もさアクスタとかさ大好きもあんだからさこうまだカレーいアクスタ1回しか出てないよねそうだからアクスタいいよねカレーいの曲自分の中で流しながらやってたりんか勝ってたえー、すごいじゃあカレーいも ゆっっちゃんにパワー遅れたってことだねねあ卓球かいい、ね、私卓球すごい好きでさよくあのー、ねプールのなんかさプールのところに行ったらなんかプールのなんかところに卓球やるとこがあったりするのよなんか市民会館じゃないけどそうとかなんか温泉行ったりすると卓球するとこがあるじゃないですかそうで卓球よくやってた楽しいよねアクスタ3種類ねえ田キルもありがとねいっぱい作ってくれて 嬉しいこれからね全身のさ写真出したらアクスタ作れるよねあっという間に10時3分だった早いじゃあそろそろ配信終わろうかしらまた次はお歌とかも歌う予定なのでぜひぜひ来ていただけたら嬉しいです で13位読みっくんありがとうええ十二んしさんありがとう十一位ベルケンタさんありがとう十一位スティーブルーナありがとう九位クマッチルンありがとう八位どーもーさんありがとう七位ええ激しくポッキーさんありがとう六位トムスハルンありがとう五位ダイさんありがとう四位カンチさんありがとう三位カモスケルンありがとう二位ワイケオールンありがとう そして一位はタヌキのありがとう。私の犬の結婚してありがとう。やった嬉しい。ありがとう。ねえ一緒にゆっちゃんと私も卓球したい。卓球。バスケもね私やりたいんだよね。バ,バスケ意外と得意で。バスケとかさ私の見た目的になんか。 ギャップじゃない？<laughs> 次は23時30分昨日とね。あの夜の配信あの同じタイムスケジュールなので。ぜひぜひ来てください。みんなたくさん星投げカウントもありがとうございます。あと2日一緒に頑張りましょう。じゃあ最後スクショ！ ありがとう是非ツイート待たるくっけんあとねそう今日はカレプラにねそうちょっと嬉しいことがあってあのー、送ったからぜひ見てねまだ見てない方いたらそうまだそのねお話には実は続きがねそうできたからそ,うその続きの話もカレプラに送るね <laughs> 楽しみにしててねでは皆さんまた23時30分からの配信でお会いしましょうルーム おつみはるーまたねありがとうよかったら星集めとかまたしていただけたら嬉しいですありがとうございましたバイバーイ